ミノゴルフクラブは大阪府池田柴畑にあるゴルフ場である。1960年、名古屋の繊維商社、東山産業株式会社の大阪駐在専務取締役、東山都三蔵はゴルフ場開発を計画した。ゴルフ場の建設候補地は大阪府の明治の森ミノ国定公園に隣接する5月36で、標高が300メートルのところである。候補地からは、 遠く、瀬戸内海と阪神の市街地が望むことができ、ギーやイコマの連山を見渡すことができる。その時の遠山敏三は、若干32歳の若さであり、茨城カンツリークラブ会場、設計、井上誠一のメンバーで、ゴルフに理解が深かった。コース設計は、関西在住の上田治に依頼した、上田は、英国型、米国型、 米国接中型の3種類のタイプがあるとするのが持論だった。上田が建設候補地を見たとき、英国型のコースにぴったりと評価した。米国型の特徴はデザイン性に重きを置いているが、英国型は自然のままの地形を生かしたクラシックなコース作りのゴルフ場である。1960年11月28日、9ホールズ増生工事が完了し、仮解除をされた。 建設用地の25万坪のうち10番、11番、18番ホールは自然のままの地形を生かしたコースである。あとに上川日本を代表する英国風のコース、私の最大の傑作の一つと語っている。創業者遠山都三はただ若い経営者というだけではなかった経営手法も 型破りだった、先端というより異端だったと二代目の遠山隆重は語った。当時のゴルフ場経営は、ほとんどが社団法人制の運営だったが、演算はいち早く市場売買が可能な予託金制を取り入れ、ビジター優待券の発行を初めて実施した。郵便番号563-0021大阪府、池田市畑三丁目11番地。ありがとうございます。